はい、どうもこんにちは、染島です。今回はですね、以前自分がつぶやいたちょっとツイートの内容についてのお話になってくるんですけれども、先月ですね、ツイッターの方でですね、応援引用リツイート以下応援リツイートということで、お話ししていこうと思うんですけれども、これについてのツイートというのを発信しました。で、内容がこのようになっております。ウェブ小説は何十人にまとめて応援リツイートするより、一つの作品にがっつりレビュー書いた方がいいと思ってる派です、ということでツイートさせていただきまして、でこれについてですね、そこそこ反響をいただきました。反応してくださった皆さんね、本当にありがとうございます。ということでですね、今回はですね、このツイートをさらに深掘りするような形でですね、自分が応援リツイートよりレビューを大事にする理由ということでお話ししていこうと思います。で、理由としては3つありまして、1つがレビューの方が自分にもプラスになると、で2つ目レビューの方が埋もれにくい、そして3つ目が応援リツイートを嫌がる人もいるということで、それぞれ3つのポイントですね、解説していこうと思いますんで、よろしくお願いします。ではまず一つ目ですね、レビューの方が自分にもプラスになるということで、やっぱりレビューを書きますと、その作者に作品のいいところとか好きなところっていうのがしっかり伝わります。で、これ意味合いとしてはですね、作者へのファンレターっていう意味合いもあるので、レビューをもらうっていうのは本当にね、レビューをもらってよっぽどね、変なレビューを書かない限りはね、嬉しくない作者さんっていないわけなんですよ。もうみんなね、ちゃんとプラスのことを書いてくれるレビューだったらもうみんな嬉しいわけで、でやっぱりその作者も人間なので、そういう、ね、レビューをね書いてくれた人に対してはね、非常に愛着が湧きますし、まあ自分もね実際レビューとか書いてもらったことあるので、やっぱりそういう人に対してはね、ちょっと他の読者よりかは違うプラスの気持ちっていうのが出てくるので、まあそういうところがねきっかけになりまして、その作者同士親しくなるっていうこともありますし、あと、まあ、こちらがね特に大事なのかなと思うんですけど、そのアウトプットの練習にもなるんですよね。作品の良さをいかに端的に伝えるかっていうのが、このレビューの大事なところになってくるので、まあ、そこでねこうレビューを書いて文章を磨けばですね、伝えるスキル、これはね執筆の方にも確実に生きるものになってきますので、ぜひね、大量に応援リツイートする時間があるんだったら、一つの作品をね読んで、もう本当に短編とかでもいいんで読んで、レビューをしっかり書いた方がいいんじゃないかなというふうに自分は考えています。で、あと2つ目なんですけれども、このレビューの方が埋もれにくいっていうのも、そのレビューのメリットになります。応援リツイートはですね、ツイッターの、タイムライン上で拡散されるので、どうしてもねすぐ別のツイートで埋もれてしまうっていうことがありますし、何十人に対してまとめてやっていくので、どうしても機械的になりがちなところがあります。で、そうなると拡散されても印象に残らない場合が多いですし、やっぱりその他の応援リツイートと結構似たり寄ったりな内容になっている場合も多いので、こう作者にとってはあんまり残るものが少ないものになります。それに対してレビューはですね、公開した作品に付随されるものになりますんで、作品が消えない限り、本当にこのレビューっていうのは埋もれずにずっと残るわけです。そこがまず一つ大きなメリットになりますし、最初の ① でお話しした通り、おすすめな点、自分が好きなところとかそういったところがしっかり伝わるので、機械的にはなりにくいわけですね。だからやっぱりその自分の言葉で伝えるっていうのが非常に大事であって、このレビューはですね、自分の言葉で作られたものですから、本当にオンリーワンなものになるわけです。そうするとやっぱり当然ね、作者にとっても印象に非常に残るものになりますので、応援リツイートよりレビューの方が断然いいんじゃないかなというふうに思います。そして3つ目なんですけれども、これもしかしたら意外に思う人もいるかもしれませんが、応援リツイート、これを嫌がる人もいるっていうところも、これ非常に重要なポイントです。結構応援リツイートをやってる方っていうのは、何十人もまとめて応援するパターンっていうのが結構多かったりして、同じ人の応援リツイートがですね、タイムライン上に大量に並ぶことも、場合によってはあるわけで、でこれがですね、第三者から見たらどうなのかっていう話になってくるんですね。例えばね、こう自分のツイッターのタイムライン上が同じね、アカウントの応援リツイートの宣伝文、これで埋め尽くされたらどういう気持ちになるかっていうお話になってくるんですけれども、
まあね、気にならない人は気にならない人、もちろんそういう人もいるかと思うんですけども、ただまあ結構ね、神経質な人とかそういう人にとっては嫌がられるのも、まあ、無理はないんじゃないかなっていうふうに、まあ、自分はちょっと想像したりして、で実際ですね、これで応援リツイートでですね、このトラブルになった人っていうのも、まあ、私目撃したことがありまして、でこういうのにもう巻き込まれてしまった作品っていうのは、もう当然ながら宣伝はこれ逆効果になってしまう可能性があるわけですね。だからそういうふうに万が一自分がそういうトラブルに巻き込まれて、で応援リツイートとかしていた場合ですね、これリスクもあるんだなっていうことは、あの念頭に置いといた方がいいなというふうに思います。ということで今回の内容のまとめになります。自分が応援リツイートよりレビューを大事にする理由3つということで、ここまで話してきました。でまず1つ目が、レビューの方が自分にもプラスになると。レビューは作者へのファンレターになりますんで、まあ、正しくね、応援したい気持ちっていうのが伝わります。でアウトプットの練習にもなりますんで、こういったレビューはですね、執筆の経験値に確実にプラスになるもんなんで、どんどんレビューの方をね、書いてた方がいいと思います。で2つ目、レビューの方が埋もれにくいということで、応援リツイートはね、どうしてもすぐに埋もれてしまう性質のものです。でしかもその機械的に、まとめてやってしまう場合が多いので、どうしても印象も薄くなると。でその反面、レビューはですね、作品が消えない限り、まあ、残り続けるもので、でしかもこう自分の言葉でね、レビューって書くものですから、やっぱりオンリーワンなんですね。なので作者の印象にも非常に残りやすいものになります。で3つ目、応援リツイートを嫌がる人もいますよということでですね、応援リツイートでですね、まあ、タイムラインを占領されたらちょっと迷惑に感じてしまう人もいるということをですね、頭の片隅に置いとくといいのかなと思います。で応援リツイートでですね、実際にトラブルになった人っていうのも SNS でですね、目撃したことがありまして、まあ、そういうのにね、巻き込まれてしまうと、やっぱり宣伝がかえって逆効果になるリスクっていうのもあるので、まあ、そこら辺のこともしっかり考えておいた方がいいのかなというふうに思います。で最後に注意点なんですけれども、この相互レビュー、あの不正行為に当たる内容になりますので、これはですね、注意が必要です。で相互レビューってのはね、あの互いに示し合わせてレビューを執筆し合う行為ということになりますん で, でこれをやってしまうとですね、そのアカウントが制限される可能性っていうのも出てきます。でやっぱりあくまでレビューっていうのは読み手の善意によるものなので、そこにね、こうギブアンドテイクをちょっと求めないようにしてほしいなと思います。でもちろんね、あのレビューを強制させるとか、そういったもの当然ながら NG ですので、そこら辺は気をつけてください。そして今回の内容なんですけど、まああくまでね、あの個人の意見です。どうしても何か信念があって応援リツイートの活動を続けるんだというんであれば、もうそれもね、ありかなとは思うんですけれども、周りがね、応援リツイートをたくさんやってる人がいて、まあ、自分もなんとなく流されてやってみようとか、そういった形はおすすめしないので、しっかりね、やるメリットがあるのか、ね、デメリットは何なのかっていうのをしっかり考えてほしいなというふうに思います。今回の投稿が、まあ、一つの考えるきっかけになればいいなと思ってますんで、ぜひ参考にしてみてください。最後に告知をさせてください。12月14日よりですね、アルファポリスの方で新作を公開いたしました。作品名がですね、星降る夜のカノンということでですね、表紙イラストとデザインもね、ございます。この秋の夕霧さんという方に書いていただきました。でジャンルはですね、キャラ文芸ということで、アルファポリスの方に投稿してます。約1万字のね、短編恋愛小説になりますので、ぜひね、興味のある方は手に取ってみてください。ということで今回のお話以上になります。どうもありがとうございました。